顔の商品開発研っていうのはマーケッターと同じ目線かむしろ事業を中心で回すような、そもそも転職する人っていうのが、本当に少なくて、無料でキャリア相談に乗れる機会を提供いたします。数に限りがおりますので、お早めに概要欄の方から応募してみてください。はい、どうも皆さん、こんにちは、オプションのサスケです。今日は転職シリーズなんですけども、スペシャルゲストに来ていただいております。まず簡単に自己紹介いただいてもよろしいでしょうか。セリという名前で YouTube をやっております。早稲田大学の理系院卒後、顔株式会社に就職してスキンケア、ヘルスケアの商品開発研究をし、その後、コンサルとか、ベンチャー系とかを経験して、現在独立して、企業などのコンサルと、そうですね、 YouTube チャンネルも、半年前ぐらいに始めたんですけども、キャリアフィットネスっていう科学的な、チャンネルになっているので、ぜひ見てみてください。今回は転職トピックなので、主にはその顔の研究職からコンサルに行かれたところとかなんかをお話し聞いていければと思うんですけども、前半の方では、そもそもファーストキャリアで何をしていたのかっていう部分の深掘りと、それだけ素敵な会社に勤めながらなぜそこを辞めたのかということですね。ここを煽っていきたいと思います。まず最初のファーストキャリアのところなんですけども、研究職ということでしたが、具体的にはどういうことをやられてたんでしょうか。研究職の中でも開発と研究と分かれてまして、僕がやっていたのは商品開発をメインでやっておりました、最初ニーズを汲み取ってきて、トップであったりとか、いろんな調査をして、その中で必要な有効成分であったりとかはスペシャリストの部隊がまたいるので、そういうところと連携して一つの商品を市場に出していくっていうような仕事をしてきました。なるほどなるほど。お話を伺ってると、開発のみならずビジネス目線持ってやるポジションのように聞こえたんですけど。そうですね、研究職なんですけども、そういう点で幅広いところをが経験できるのって結構面白い仕事なのかなというふうには思ってます。結構そうカバー範囲が広く聞こえたんですけども、そこでこう身についたスキル経験を言語化するとどういった形になりますかね。その事業を中心で回すような感じでして、そういう点でテーマの設定から、マーケティングとかも勉強しましたし、その事業を進めていくマイルストーンの実際に作って進めていくみたいなところが、大きく身についたところですかね。やっぱ研究みたいなところだと、もともと理系院卒で入ってきてるので、できて当たり前みたいな感じだったので。じゃあもうデフォルト の, その研究職としてのスキルに加えて、マーケティングの能力だったり、一部事業開発の能力っていうところも身についたっていうことですかね。そうですね、はい。そこでこう、身についたスキルが結構広いスキルが身につきましたというところだと思うんですけども、加えてこう在籍中に何かこの次のキャリアを見据えて努力されたこととかってありますか。会社入ってそういう広い仕事に携わるっていう中で、自分が今まで読んでなかった科学とは関係ないビジネスの基礎が学べるところに関しては、ニュースピックスとかグロービスの学び放題の動画とか、そういうところとか一通りチェックしたりとか、そういうところで、自分では勉強していく。いわゆる理系の枠組みからどんどんビジネスサイドの仕事ができるようになるための努力をしていったっていうイメージですね。そうですね。そこから、つまりなんで転職したんですか。科学を通じて人を幸せにしたいみたいなとこが僕の上位目標としてあって、その中で直接的に人に役に立つ B2C の中でカオっていう会社を選んだんですけども、ここ10年ぐらいで幸せっていうものが科学的に体系化されてきていて、心とか健康とか科学を使ってサービスとか、そういう方でより直接的に人を幸せにしたいっていう思いから、まずはコンサルとか、ベンチャーみたいなところでサービス系を立ち上げるっていうことを経験したっていう感じですね。転職先としてその手段としてのコンサルってことだと思うんですけど、他に悩んだ業界とか企業とかはあまりなかったですか。お伝えしたような、その人を幸せにするっていう時にどういうアプローチがいいかっていう時に考えて、コンサルであったり、人の悩みとか直接的に解消するであったりとか、そういうところがより人の幸福度を上げるっていうのを分かってましたので、そういう業界を見たっていう感じですね。なるほどなるほど。ご自身のやりたいことのフィールドとしてはコンサルが適切だということで、セカンドキャリアはコンサルを選ばれたということですね。それ時期としては何年目ぐらいの時ですか。3年目です。比較的早い方かなと思うんですけども、顔の研究職の方々周り見てどうでしたか、そのタイミングというのは。そもそも転職する人っていうのが、本当に少なくて、転職する人でいうとやっぱ3年目ぐらいからする人がいるかなっていう感じですね。結構早い方だと思います。なるほど。
だいぶ早いほどですね、はい、うん、その中でじゃコンサルへの転職っていうと、まあ、思いっきり変わるじゃないですか、割と同じ研究職での転職じゃなくて、それも珍しいんじゃないですか、はいはい、割と。そうですね、まあ、ただもともと理系の大学を出て大学院を出てコンサル業界に行く方っていうのは近年多いですし、理系の方が結構活躍する分野ではあるので、大学の知り合いであったりとかそういう人の意見を聞いてっていう感じですね。うん、なるほどなるほど、ありがとうございます。転職に至るまでのプロセスとか、ファーストキャリアで得たスキルとか、なぜ転職したのかっていうところっていうのは結構深掘れたかなと思いますので、残りのそのどうやって転職したのかとか、はい、まあ、その時感じた市場価値の議論とか、はい、こういったところ後半の動画の方でがっつり一緒に深掘っていけたらなと思っております、はい、前半ちょっと締めになるんですけども、はい、じゃ簡単にセリさんの方からご連絡があるかと思いますので、私キャリアフィットネスという YouTube チャンネルをやっております。これから、まあ、キャリアがもう不確実な時代だと思うので、まあ、そういう中で自分のキャリアとかを考えていくとか、まあ、自分の能力ですね、ソフトスキルを主になんですけども磨いていって、今後自分が今の会社で出世することもできるし、転職もできるし、まあ、独立することもできるみたいな、自分の選択肢を広げれる人材を作りたいなっていうふうに思っているので、ぜひ動画一度見てみてください。ありがとうございます。じゃあセリさんの YouTube チャンネルは概要欄の方に貼っておきますので、ぜひ興味持った方はこちらの方から見てください。じゃあセリさん、本日はありがとうございました。2本目もよろしくお願いします。ありがとうございました、はい、それではまた皆さんにお会いしましょう。 See you next time. バイバイ。今回特集、社会人視聴者限定でプロコーチングスタッフに無料でキャリア相談に乗れる機会を提供いたします。こちらはベンチャーから大手企業まで幅広くですね、300名以上支援実績のあるプロのコーチングスタッフになっております。こちらは転職目的でなくてもキャリアに悩める方、全ての方が社会人になれば対象になっておりますので、もし希望される方は数に限りがおりますので、お早めに概要欄の方から応募してみてください。皆さんのご応募お待ちしております。